こんばんは、福山雅治です。いや今日はね、さっき総口さんのポップン王国ミュージックスタジアムは終わって、なんだっけ、ミッドナイトそう、ミッドナイトミュージックダンクでもちらっと触れていてくれましたけど、ギルバート・オサリバンさんがね、なんと来るですよ。お、ギルバートさん、なんだギルバートさん、もう本番前なのにわざわざ来てくれて、あどうもどうも、あ手振ってる手振ってる、あ笑ってる笑ってる笑ってる。じゃあね、ギルバートさん、さっき僕がね、教えた日本古来のゲームやりましょうか。はい、ギルバートさん、じゃんけんね、わかります？ギルバートさん、じゃんけん、あーうなずいてるな、ギルバートさんうなずいてるよ。じゃあいいですか、ギルバートさん、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、あー向いてないやーね、ギルバートさんいい人ですね。あーいや、まあ後ほど、あどうもどうも。あ今ね、ギルバートさんはね、日本のですね、有名な食べ物、おまんじゅうを今食べてますね。美味しいですか、ギルバートさん、美味しいですか、スイートん、テイストグッド、あー美味しいって、あギルバートさん、じゃあ、ね、ギルバートさん後ほど、あーどうもどうも。いや偉いですね、ギルバートさん、ゲストで本番前にわざわざこう始まってすぐのスタジオの中に挨拶に来るなんてね、最近なかなか日本のアーティストでもありませんよね、そんなね。いやもう楽しみですね、ギルバートさんね。いやもう本当今日たっぷりね、ギルバートさんとね、話したり、生で歌ったりとかちょっとしようと思ってるんで、そっちの方はたっぷりね、皆さんぜひ楽しみにしててね、うん。あ今日はあれだよ、本当ギルバート・オサリバンさんといえばね、みんな10代ぐらいの聞いてるね、リスナーの10代ぐらいの人たちのお父さんお母さんなんかも割とリアルタイムだったりするよね、多分ね、うん。もう早速起こしてね、今からお父さんお母さんの寝室に行って起こしてね、ギルバートさんがこれから出るからね、セックスしてる場合じゃないよと。いやいやいや、うっかりしてるかもしれないよね、うっかり今日に限ってもう何年もなかったのに今日に限ってしてるかもしれないからね、起こしてください。ほいじゃあ行ってみましょうかね、福山雅治のオールナイトニッポン。お父さんとお母さんのセックス見たことある？ある人いる？このスタジオの中にいない。俺も幸いなことないんだね。でも時々いるよね、声が聞こえてきたとか。あ声はあるの？あ小原くんね、作家の構成作家の小原くんは声は聞いたことあると。なそれは隣の部屋とかだったりしたの？1階だったの？ねえねえ、どういう感じであれしたの？何？トイレに行ったら、トイレに行ったら、あ、トイレに夜中起きたら声が聞こえてきたんだ。で、その時小原くんいつだった？子供まだ10歳ぐらいの子で、何してると思った？その時え、プロレス？プロレスみたいだよね、でもね。じゃあ柔道とか上四方固めとか、うん、腕引き逆十字とかねえ。いや俺も幸いなことないんだけど、まあ、見た人の話じゃやっぱりショックだったって言うよね。うん、そりゃショックだよね。あ気をつけた方がいいよ、みんなね、子供がいるね、うん、やばいよ本当。はい、まあ本当さっきも言いましたけど、本当ギルバート・オサリバンさんね、結構お父さんお母さんたちもリアルタイムだったりすると思うんで、ぜひいつもね公式面の話ばっかりしてるわけじゃないんで、福山と、こういう福山のこういう素敵な一面も見てくれということで、お父さんお母さんをぜひお越しでですね、ご家族揃って聞いていただけるとありがたいなと思っております。福山雅治のオールナイトニッポン、この番組はポニーキャニオン、ブルボン、ポッカコーポレーション、マクセン社、ファミリーマート、ワニマガジン社、明星食品、日本通運、モーターマガジン社、三洋食品、メンズビオレ、明治製菓、NTT 以上各社の協賛で、東京有楽町日本放送キーステーションに全国33局ネットでお送りします。ほら来た、今日の1曲目、これで俺最近のお気に入りね、イーグルスの
メンバーだったグレン・フライがですねソロアルバムを出したわけなんですけど、これはまあ数々の出したアルバムの中のベストのね、作品集になってます。グレン・フライで This Way to Happiness。 はい、福山雅治のオールナイトニッポン、今日の1曲目はですねグレン・フライで This Way to Happiness でした。まさにですねアメリカの広大な大地が似合うこの曲、この曲がまたねあれだよ、キーワードになると思ってるでしょ。違うんだよ、この曲じゃないんだよ。ゲストと企画のオンパレードということで、いわゆる時々やる日本放送オールナイトニッポンが時々やる横連動企画のお知らせがあります。オールナイトニッポンウルトラ豪華ゲストウィークがいよいよ来週6月12日月曜深夜から、2週間にわたって放送されます。オールナイトニッポンの全パーソナリティが参加する夢のプレゼント企画も他では決して手に入らないオリジナルグッズを用意しました。その名もまたやってくれるね。あ、ごめん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 。いくよ。その名もパーソナリティお説教カセット。うん、なんだこれはとねえ、なんだこれはと問われたならば、オールナイトニッポン一部二部合わせて11組のパーソナリティがそれぞれ5本ずつあなた用にお説教してほしいことを録音してプレゼントする愛の企画ですね。お説教してほしいことを録音してプレゼントする愛の企画。まあ例えば僕はね、こらーとかね、ナンバーショットやーとか、まあそのようなやつになると思います。お説教カセットが欲しい人は6月12日月曜福山雅治のオールナイトニッポンから6月24日土曜スピッツの草野正宗がゲストの松任谷由実のオールナイトニッポンまで、オールナイトの一部の1曲目にかかった曲全12曲とあなたの住所、氏名、年齢、電話番号、希望のパーソナリティと説教してほしい内容を書いて、郵便番号 100-87 日本放送福山雅治じゃないや、100-87 日本放送オールナイトニッポンパーソナリティお説教カセット係までハガキで申し込んでください。まあまあずっとねこのオールナイトニッポン聞いてる人はこの時々やってる横連動企画のことですから分かりますよね、どういうことをすればいいのかね。要するに1曲目にかかった曲を書いてくださいと、6月12日から6月24日のオールナイトで1曲目にかかった曲を書いて送ってくれれば OK です。パーソナリティお説教カセット係までねハガキで申し込んでください。オールナイトニッポンウルトラ豪華ゲストウィークは来週12日スタートです。うちの番組にはですね、そうか、あ、そうだそうだ、スマップさんが来ますから、ねえ、楽しみにしててください。先週もちらっとね言ったと思うけど、7月の3日から、オンエアになる、フジテレビ系列の月曜9時、いつかまた会えるのドラマの撮影が始まっている福山雅治です。役者やってもう20年になるけど、やっぱり朝は大変だよね。朝さ、いやー今週いつからだっけ、始めたの、撮影始めたのいつだっけ、27日から撮影が始まったんだけどさ、今んとこね結構その前のドラマというか4月からオンエアされてるドラマの撮影もまだ続いてるところがあったりするわけ、フジテレビ内でね。だからスタジオが空いてないもんだからロケが割と先行してるのね今ね。でロケで割とずっと撮影やっててさ、朝ね6時起きとかさ、そういうのが時々あったりするわけで、もう2年半ぶりじゃない、一応ドラマやるのさ。だからさすがにね眠いよね。だからまだ体はねそんな馴染んでないんだよね。ほらオールナイトニッポンとかやってる時間の方が元気なタイプじゃん、どっちかといえばさ。だから朝はもうダメだね。だってあれだもん、朝の
ドラマ入る前までっていうのはさ、本当朝7時とか8時とかそれぐらいに俺寝てたからさ、うん、それぐらいのこう反社会的な状態だったわけよ、その生活のサイクルが。でいきなりあの朝に起こされるもんだから、それこそあれだよ、あのなんていうの、冬眠してるクマを起こしたようなさ、あのまださなぎのまま土の中に埋もれているカブトムシを起こして、あの死なせてしまったみたいな状態なわけよ。だからさ、なかなか体が起きないまま、まあ、ドラマ行ったりしてるわけなんですけど、まあ出演者ね、ちょっと先週も話しましたが、相手役に桜井幸子ちゃんがね、高校教師とかね出てましたよね。あと今田耕司さんで、大塚ねえねえ聞いて、あと椎名桔平さんっていうね、まあ、役者の方なんですけど、まあその辺が大体メインどころでやってて、でね、まあ男3人はもうつるんと馴染んで、やっぱ今回ね、あのお笑い系の今田さんいますからね、やっぱムードメーカーでガーンと盛り上げてくれて、でまあ男3人バッチリで、でそこにあのねえねえ聞いてが、うん、あの入ってきて、ねえねえ何話してんの、ねえねえ聞かせてみたいなさ、なんかそういう、うん、状態でね、まあ入ってくると。でね、桜井幸子ちゃんでも結構話さない人だって聞いてたわけよ、うん、だからどうしようかなとか思ってたわけ、俺も話しづらいななんて思ってて、そしたらまず先頭切って、あの今田兄さんが、うん、あのいじりに行ってくれて、うん、話しかける時はね、今田兄さんはね、桜井さんお元気ですかってこればっかりうん、こればっかりなわけよ、うん、いや仲悪いとかそういうんじゃないんだよ、全然。あの断っときますけど、桜井幸子ちゃんだってね、別にその、あの僕らと喋りたくないから喋ってないわけじゃなくて、要するにほらまだ始まったばっかだから、なんかこう馴染んでないわけよ、うん、でもね、俺はやっぱり違うね、うん、もう上手いね俺やっぱり、うん、俺なんかやっぱこうトーク上手いし、こう女の子のハート掴むの上手いから、もう話しかけ方違うもん、うん、ねえねえ桜井さん、今日暑いねもう天気から入っちゃうから、うん、今日暑いね、今いくつだっけああそうなんだ、出身地どこみたいなもううまいから俺、あの相手のこう何こう懐入っていくのが、もう懐入ってもうがっぷりよ、もう、まあ、あとは来週また撮影始まって、来週じゃない、今週また木曜日ぐらいかな、撮影始まるからさ、水曜かな、もう聞くこと決めてるから、うん、趣味はうん、まだ聞いてない、それだってそんなのいっぺんに聞いちゃったら話すことなくなっちゃうじゃん、だってゆっくり聞かないと、趣味と好きな食べ物と、あともうそれでだんだん 深みに入っていったら、好きな洋服のブランドとか聞けるわけよ、うん、いや僕のことどう思うなんて嫌いよ。というわけで、今週のみんなからのですね、ハガキの募集はですね、桜井幸子ちゃんに僕が聞いてほしいこと、ね、まあ、聞きたいこと、ね、何を言えば、あの どういう一言で入っていけばいいのか、ね、うん、これはちょっと募集しましょう、ね、というわけでですね、皆さんからですね、あの募集したいと思います。僕が桜井幸子ちゃんに、あの皆さんに代わって聞いてあげるから、うん、決して僕が話しにくいからみんなを使って、募集してるわけではなく、みんながなんか桜井幸子ちゃんに聞きたいなっていうことを募集したいと思いますから、郵便番号108-7日本放送福山さんのオールナイトニッポン、ね、桜井幸子ちゃんに聞きたいこと、大募集ですよかった。さあ再来週のゲストね、再来週のゲストに来てくれるスマップのこの曲を紹介しましょう。はい、スマップでしようよ、ね、お送りしてますけど、さあこの後シーエム挟んでですね、いよいよ番組の冒頭でもお知らせした通り、ヒルバート・サリバンさんがゲストで来てくれます。あもう入ってきた、あヒルバート入ってきちゃった、もう待てないんだから、もう CM の後はヒルバート・サリバンさんの登場です。はい、それではここでですね、いよいよ先週お知らせしたですね、超大物ウルトラスーパービッグゲストね、この番組初めてのですね、海外からの出演になるという、いやちょっと大丈夫なんでしょうかと思ってますけどね、私ね、今日は通訳なしで、
嘘です。はい、もちろん嘘で、でもなるべくこう手を借りずにやる、どこまでやれるかというですね、まあ行ってみたいと思いますけど、ご紹介しましょう、遠く海を越えてやってきてくれたビッグアーティスト、ギルバート・オサリバンさんです。どうもギルバートさん、こんばんは。グリーン、こんばんは。こんばんは。あ、日本語ちょっと喋れるんですね。でも、just one or two words。ちょっとしか、二つぐらいしか知らないんですか。一言二言ぐらいです。一言二言ですね。うん、大丈夫です。僕もあの英語は一言二言喋れますから。It's one or two English words。Yeah. I think probably a little more than I do。私よりも少し多いと思いますよ。あ、そうですか。いきなりまともに返されてしまいましたね。はい。それではですね、はがきが。あのギルバートさん、ハガキ来てますね。ちょっと、これはですね、まず読んでみましょう。山形県、勝美さんからです。ギルバートさん、こんばんは。はじめまして、日本へようこそ。つかぬことをお伺いしますが、ギルバートさんのご先祖様はアイルランドからいらっしゃったのでしょうか。それはなぜかと問われたならば、アイルランド系の人の名前はソン・オブという意味で、王、ね、ギルバート・オサリバンさんの王をくっつけるのが多いと聞いているので、そう思ったんですが、まあ、あの大しておもてなしもできないと思いますが、ゆっくりしてってくださいと。アロン・アゲインはとても好きな曲です。時々涙がほろっとしてしまう、いい曲だと思います。どうもありがとうございましたと。そうなんですよ、あのギルバート・オサリバンさんの王は一体なんでなんだという質問が多く来てたんですね。There's a lot of question asking what does O mean of your O'Sullivan. Yeah, there's two. There's Sullivan and O'Sullivan. They're both related, but there it is that son of. Ah, the son of でいいんですか。そうです。誰々の息子という意味で O をつけるんですか。That means like son of. Yeah. エド・サリバン少佐は何の関係もないですよね。You have nothing, no relation to Ed Sullivan. Yeah, arguably you could go back thousands of years and trace Sullivans and O'Sullivans are linked. I would say probably about a thousand years back we might have. 1000年ぐらい遡ったら親戚かもしれない。なるほど、わかりました。じゃあですね、そろそろ私のこの英語でちょっと質問したいと思いますね。オサリバンさん、 ready? Ready? Okay. Can you sing a Japanese song? Can I sing Japanese song? Yeah, no. Can you sing? You sing a Japanese song?Can I sing a Japanese song? I've never been asked to sing. I've sang a Japanese melody. Japanese melody? With my own lyric, yes. なんて言いました？日本、あの、まだそういうふうに頼まれたことがない、聞かれたことがないので、やったことはありませんけれども、日本のメロディーで自分の歌詞を載せて歌ったことはあります。You know, すき焼きソン? I'm sorry? すき焼きソン? You know? Do you know すき焼き? すき焼き? Yeah.Yeah, of course. Oh, you know it, right? I mean, you know, but that's not the sort of Japanese song you want to like. It's the sort of Japanese song that Westerners are supposed to associate with Japan. But it's, I wrote a lyric to a tune by Takao Kasugi. Oh, who is, So I've had a taste of Japanese. Takao Kasaki? Kisugi Takao, Takao Kisugi. Takao Kasaki と何の関係があるのかと思いました。Kisugi Takao ですね。はい。はい、すき焼きソングっていうのはどちらかというと日本人が選んだ曲というよりも、アメリカ人が好きな日本、日本の曲、日本のイメージの曲って有名だと思うんですけども、以前に木杉隆夫さんと一緒に曲を共作したことがあります。ああ、そうですか。じゃあ次の質問いっていいですか。 Next question? I have no idea. Okay. はい、I'm a no pan. You, are you no pan? You tell me what that means and I'll tell you. どういう意味か教えてくれたら答えます。ノーパンというのは日本語なんですか？日本語です。なんで日本語なんですか？ノーパンですよ。じゃあノーパンなんて答えればいいんだろう。僕は、パンツを履いてないというのはどう答えればいいんですか？He doesn't wear any underwear.
Is he asking me a question? Yes. What? So, he doesn't wear underwear. Why does he want to tell me that for? So, and ask him why does he want to tell me that for? Is he a musician or a lingerie man? Yeah, yeah. 外国の方はノーパンが多いというふうに知識があるんです。He's heard a lot of foreign people don't wear underwear. Next question. 次の質問お願いします。意外と照れ屋です。はい。じゃあ、音楽の話をちょっと聞きたいと思うんですけど、まあ、ここはですね、音楽の話で英語で聞こうかと思うんですけど、これはちょっと難しいんで、通訳の方訳してください。はい、you're going to ask a musical question. はい、ですね、まあ、デビューが21歳だということで、はい、まあ、21歳でデビューして、まあ、ここまで歌い続けてこられた秘訣というやつ、まあ、僕はまだデビューして5年なんで、まだまだ駆け出しなんで、どう、秘訣がもしあるとするならば、何か自分が培ってきたもので答えられる範疇でいいですから、何かあるとするならばお答えいただきたいなと。 So you, you started your career at the age of 21 and you've been around for quite a long time. Do you have any secret of the longevity? Yeah, just enjoy what you're doing. If it's music you like, do it for the music and the music only. まあ楽しむと。自分の好きなことだからやってられるんだと。もし音楽をやるんだとしたら、音楽は好きだからっていう理由だけで続けなさい。あ、そうですか。でもまあ実際好きだからというところで、初めてその楽器を手にしたのは、どのような楽器を手にしたんですか？ So what instrument did you start with? Drums. Drums? Yeah. あ、そうなんですか。それで、でもドラム、じゃあバンドを組んでたわけですか？ So you had a band? You formed a band? Yeah, no, I played in a band. Yeah.あのバンドのドラ、バンドの中でドラマをやってたんですか、うん、あ、そうなんですか。で、その後にピアノを始めたと。 And you started playing piano after drums? Yeah, it was difficult to write songs on the drums, so I kind of moved to the piano. And, and I kind of, I play, my style of piano playing is very percussive anyway. So I kind of use the piano like a drum set. あのドラムで曲を書くのはちょっと難しかったので、それはそうですよ。It's absolutely difficult to do. Melody is hard. ちょっとメロディーが難しいかもしれない。で、私のピアノの弾き方ってすごく打楽器的な弾き方をするので、それはまあそういう形で。まあリズムというかパーカッシブな感じだと。なるほどね。最近ね、日本ではね、あれなんですよ。若者たちはこう楽器を持つよりも、なんだろうね、ラップとかね、そういうのをやってるんですよね。そのだからいわゆるスリーピースとかのこういわゆるドラム、ベース、ギターとかのバンドで演奏するっていうバンドはなんかまあいるんだと思うんですけど、一時期よりも減ってきたんですけど、アイルランド自体は今でも例えばライブハウスがあったりとか、そういうこういわゆる普通ので電気楽器じゃないもの、いわゆるピアノ、ギター、ベース、ドラムみたいなのでバンドをやってる若者たちですよね。言ってしまえば10代のティーンエイジャーたちっていうのはまだまだたくさんいるんでしょうかという。So recently in Japan, a lot of kids will go to do rap rather than say like, you know, a former band, like drums, guitars and bass guitars. So do you find, do you know if there's any like, what's it like in Ireland, say Dublin, does the young people still form a band, say like more like an acoustic band? These days? Well, the reason Dublin's so good is because it's the largest country in Europe for young people. Mm. It's the most, you know, 1 in 3 people are young, under the age of 20 and stuff. So I mean,bands are still thriving as a result of the U2 phenomenon. It's still a good place for singers. But I mean, rap and that's a bedsit. That's a different thing. I mean, that comes out of America and it's very urban. And now rap is very popular in England because the kids who make records with rap records, they do them in their bedroom. They just have these little 4-track machines. And they turn out these records and they sample sounds from old records, rap over it. It's a sort of, it's a very youth culture.It's the sort of 90s youth culture rap. So, I mean, it's interesting. It's good.なるほど。なんて言ったんですか？はい。ダブリンというのはアイルランドというのは世界で多分ヨーロッパ中で一番人口の若者が占める割合の多いところだ。人口の3分の1が20歳以下っていう。ああ、そんな若いんですか？ですからやはりバンドにとっては非常にその同世代がすごく多くて、みんなその中での競い合いみたいな、すごく国自体が若い国なんですね。で、逆にラップっていうのはアメリカとかロンドンとかで、そうですよね。が多いんですけれども、それはもう本当に彼らはベッ
ッドルームで自分たちの部屋でこう、うん、あの4トラックを持ち込んで昔のアルバムのなんかレコードから音を拾ってサンプリングして、うん、非常に簡単にできるんですけども、うん、逆にそのアイルランドの方がもっとなんかあのあもっとなんですから古い雰囲気は残ってます、うんうん、日本の音楽シーンっていうのは、まあ、もちろんギルバートさんはそんな知らないと思うんですけど、まあ漠然としたイメージでいいですから、例えば日本の音楽シーンだったりというものにまあそうだな、どういうこう印象があるのかっていうのをちょっと聞いてもらえます、うん、So maybe you haven't been around long enough to say, actually say it, but what is your impression of the Japanese music scene, as far as you know? It's too difficult to tell because I need to spend more time here to be able to listen to Japanese. I've heard his album, it's rock orientated, I like that. I've heard Takao's album, I've heard Sashiro, just people that I've got to know through the record company, through my short visits here. I've only been here four times. I would need to spend 6 months here, and then I would give you a good valuation. But I think, you know, I think in Japan they like rock music. I think rock music is popular. With younger kids, they like the rap. They like that shampoo kind of setup. That's a very young thing. So, I mean, I notice what's popular. And I can see that the biggest market, I think, is in rock music. なかなかの時間が取れないものですから、うん、あんまり難しいんですけども、うん、どうもやはりロックが中心なんじゃないかと、うん、なかなか聞く機会もありませんし、うん、福山さんの資料はもちろん、はい、聞かせていただきましたし、木杉隆夫さんですとか、あと他に楠瀬誠志郎さんとか、はい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 、機会があってお会いする機会があった方の CD をいただいて、それは、うん、聞かせていただいたんですけども、はい、なかなかそれ以外のものを聞く機会がないので、うん、まあね、今回4回目、まあ、日本に来たのも4回目ですし、だいたい若い人たちはそのロックですとかラップですとか、そういうのが好きなんじゃないかなと思いますけれども、わかりました。じゃあね、まだまだいろいろちょっと聞きたいことが多々あるんですが、ここでちょっと一旦 CM をね、挟みますんでという話をちょっと軽く振っといてもらえますか。 I'm gonna have the commercial right now. Absolutely. はい、じゃあ CM 行ってください。はい、というわけでですね、今日はですね、ギルバート・オサリバンさんをゲストにお迎えしております。さあ、ここでですね、この夜遅いというのにギルバートさんにはちょっと歌っていただけないかと思ってるわけなんですが、夜遅くても歌は大丈夫なんですか、ギルバートさんは。 Is he serious or is he joking again? 本気でおっしゃってるんですか、それ冗談ですか。 Does he think I should be in bed now? もう寝てろっておっしゃってるんですか。いや、とんでもないですさすがいや、そうですか。じゃあですね、私、府中長崎出身のですね、26歳福山雅治はですね、ギルバート・オサリバンさんと一緒にセッションをしたいわけなんですが、ハーモニカで参加させていただきたいと思うわけなんですよ。曲は、ちなみに曲は What's the song? It's I don't know, it's called Alone Again. Lonely Again. そうです。Lonely Again. That's it. Lonely Again. Lonely Again. Alone Again. It's a love song. はい。じゃあ、Alone Again をですね、一緒にセッションさせてもらいたいと思います。録音してね、みんな、ラジオの前のみんな。高いよ、悪いけど、ね。はい。それじゃあ、一つ行きたいと思います。じゃあ、一つ、ギルバートさん、よろしくお願いします。Okay? Okay. You're gonna do the solo, right? Alright, solo. Okay. Well done. Yeah.Thank you. Ace. Yeah. やっぱり緊張するもんですね。You get the job. You get the job. いやいや。じゃあ次なんかもう一曲できないですかね。なんか Yeah, sure. Okay. あ、いいですか。じゃああの曲を言ってもらいましょうか。例のもう一枚ね、リクエストのおはがき来てるんですけど、いいですか。先週ね、ギルバートさん来るということをねお知らせしたら、おはがきがたくさん来たもんで、ちょっと。読んでいいですか、ちょっと、はい、リクエストということで。Last week he announced that you'll be here this week and there's lots of request cards from the listeners. Can read one of the cards? Sure. はい、じゃあちょっと読みます。岩手県のですね、ペンネームラビットさんからです。はい。先週の福山くんのラジオでギルバート・オサリバンさんが来ると聞いてびっくりしました。ギルバート・オサリバンの歌はとても大好きです。その中でも、Tomorrow Today が好きです。ね、アローゲンの他にもぜひ Tomorrow Today を歌ってほしいんですが、いかがでしょうかというリクエストが来てるわけなんですよ。Tomorrow Today。ギルバートさん。
tomorrow today. I couldn't play that. Yeah. I tried. I wrote it, but I could... You seem to be... I haven't got a clue how it goes. I only wrote it. すいません。あと覚えてないんです。あと覚えてない。I would need... Oh my God ですわ。You tell the listeners that I don't spend my time learning my own songs. I spend my time writing new ones, and so I forget them very quickly. 古い曲あんまり聴かないで、新しい曲ばっかり書いてて、古いのどんどん忘れてっちゃうんです。なるほど。じゃあ新しいの言ってやりましょうか。じゃあ新しいの本当に覚えてるかどうかちょっと聞いてくださいよ、ちょっと。So you know the new songs?Yeah, of course, because that's what I'm doing now. The old ones, you know, when I go on the road, I have to learn all those songs again. コンサートやるときは最初からまた古い曲自分で覚え直さなくてはいけないんです。わかります。僕もわずかデビュー5年ですでにそうですから。He's been doing this for 5 years and he still relates to that. Yeah, so he knows the feeling. 気持ちわかります。はい、じゃあちょっと新曲をね。Yeah, sure. Yeah, okay. We got a track, I think we're using, are we using a track for this?Yeah, so we got a track for this. Yeah, bravo. I was harder because of what was going on. Yeah. やはりあれですね。こう言葉はなかなか通じないもんですけど、音楽はこう何がやってるかやっぱりね、やっぱり伝わったのは僕だけでしょうか。とか。Absolutely. Thanks all barriers. 音楽はすべての壁を越えると思います。やった。いい言葉をいただきました。ありがとうございます。じゃあまあ、はい、じゃあ告知関係がいろいろあるんで、これ僕の方から紹介した方がいいですよね。ね。はい、じゃあちょっと紹介するとですね、ベストアルバムが出ると、ね、こちらです。ね、ギルバート・オサリバン。これ私もですね、頂戴いたしました。ギルバート・オサリバン、これがですね、アロン・アゲイン・ギルバート・オサリバン、スーパーベストという、ね、ベストが出ます。これは、男ですね、3000円。これは何が入ってんだ？アロンアゲインはもちろん、ゲットダウン、クール、トゥモロー・トゥデイなどなど若い世代の人々の心を捉えて話した A のスタンダードがずらりというふうに書いてますね。うん。まあこれはWe should have done Claire. You could have done the harmonica solo. Claire の曲をやれば、That has a solo. ハーモニカのソロがあるので、それをやっていただければよかったですね。なんだ、やりますか ？Next time. 早いな。分かってんの ？We plan ahead. And I'll learn tomorrow. Tomorrow today も練習しておきますから、その時には。そうですね。はい、じゃあそんなわけでですね、まあ今日はギルバートさんに来ていただきました。そうですね。まあ何か、まあこのラジオ深夜放送なんですけど、まあ主に10代のね、例えば受験勉強とか、そういうので結構悩み大きい少年少女たちが聞いてるわけなんですけど、その少年少女たちにですね、曲以外で何かメッセージがあるとするならば、何かお伝えいただければ嬉しいなと。None of the listeners of this program are teenagers, and do you have any advice that you want to give them to? No. No!Why should I give advice to teenagers? They need me like they need a hole in their head. They need my advice like they need a hole in their head. なるほどね。若い人は私なんかのアドバイスなんか必要ないですよ。いや、そんなことないですよ。I advise not for people, you know. Our job is not to tell people what to do. I advise for musicians. If a young writer talks to me, whether he be Japanese or German or English or American, I can have an opinion about what it is that he might do. But for ordinary people, I have no...Who am I? I'm just a singer. 例えば若いミュージシャンとか、ソングライターとかが何かアドバイスを求めてきたときは答える言葉もありますけれども、普通の若い方には私のようなものが言うことはありません。私はただのソングライターです。なるほどね。なんか今日はね、よく分かったような気がするな。その純粋に曲を作るのが好きなんだということがよく分かりました。お願いがあるんですけど、この番組タイトルコールをちょっとしていただけると嬉しいなと思うんですけど、いいですか？Is it possible that you give him a call the name of the radio station? That's good, of course. Shouldn't it be yes? Yeah. じゃあお願いします。Okay. Okay. Masaharu Fukuyama, No, All Night Nippon. Thank you, Gilbert. どうもありがとうございました。Thank you very much. どうもありがとう。どうもありがとう。Thank you. どうも。ギルバートさんがですね、今日は一緒に演奏してくれてよかったな。どうだった？ハーモニカね、結構
うまくいったんじゃないかなと思いますけどね。いや、ギルバートさん、あ、ギルバートさん、まだ大丈夫です。いや、どうもどうもどうも、あ、どうもどうも、また会いましょう。あ、どうも、see you, see you next, see you again, ね、see you alone again, ね、lonely again。 あ、怒ってる怒ってる怒ってる。ね、で、まあ、ギルバートさんも帰ったことだし、帰ったことじゃなくて、来週のね、ちょっとお知らせあります。来週、福山雅治のオールナイトニッポンがですね、お送りするスペシャル企画はですね、題して、題するよ、いい、題するよ、題して、突然逆ナンパコール、5秒で行かせて、コンテスト。一体何をやるかというとね、来週までにたった5秒間ね、たった5秒間の一言で福山くん、私福山くんを逆ナンパできるという女の子たちからのハガキを募集ね、ハガキをくれた女の子の家にはですね、来週の放送中無作為に、突然俺が直接真夜中のテレフォンコールをします。しかしですね、与えられた時間はたったの5秒なんで、この5秒間でインパクトのある口説き文句で俺を逆ナンパしてほしい。で、5秒間経ったらもう切れちゃうから。うん。5秒間経ったら、私たちがですね、日本放送が、NASA にお願いして開発した5秒で切れるんだよ、音電話。ね。それで、かけますから。うん、切れちゃうからね。うん。俺が思わず、いってしまうそう。いってしまいそうな、逆ナンパをしてくれちゃった女の子にはですね、漏れなくもっともっとの特典付き、モアモア、うん、あー、また来た、ギルバートさん、この話を聞いて、モアモア。そんなわけで、そんなわけで番組を聞いてる女の子リスナーからのハガキを募集しますね。これ男はやめてくれ男じゃ俺はいけないと思う。で、ハガキに住所、氏名、年齢、ね、電話番号、インパクトのある逆ナンパゼリフ、これ逆、インパクトのある逆ナンパゼリフを書いてくださいね。あと写真ね、うん、写真、写真大事だからね。まあ書いて送ってください。来週必着です。5秒で俺を行かせてくれるね、女の子頼むよ。郵便番号 100-87、 日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、突然逆ナンパコール、5秒で行かせてコンテスト、逆ナンパガール大募集の係まで。まあ男性リスナーのみんなですね、その俺を口説いてくれる女の子たちの声をですね、楽しみに聞いて待っててちょうだい。ここでお知らせ続きでなんですが、もう一個お知らせしたいことがあります。あのね、知ってる人もいると思いますけど、知らない人はもっとたくさんいると思うんで、ちょっとお知らせしたいと思います。コンサート告知です。福山はですね、今年もコンサートをやります。で、去年は割と大きなというか大規模なね、規模は大きいという、全国50カ所というかね、全国いろいろ回って50公演ぐらいやったんだけど、今回のツアーはですね、まあちょっと趣向を変えて、福山雅治、いやちょっと自分で言うのもあれですけどね、恥ずかしいんだけどちょっと嬉しいみたいなところで、福山雅治アリーナツアーというやつをですね、行いたいと思いますね。アリーナ知ってる？アリーナといえばほら、アリーナスタンドオンのアリーナよ。うん。あの親父もしかしそれしか言わないよな。こうなんだ、スタンドアリーナーで、いや、いいと思ってたよね。うん。まあいいんだけど、なんだっけ、ツイストの桑田さんだっけ。これ、やめろって言われたんだよな、これ。よしなさいって言われて。うん。それがですね、まあ、題して、福山雅治 M コレクション We Are Bros Special 95。というですね、まあ横文字になってるわけなんだけど、まあ M コレクションというのがですね、まあ福山雅治今度、まあ6月9日にね、まあ出るわけなんですけど、まあ別にその M コレクションのアルバムをやるという意味合いじゃなくて、 M コレクションという、要するにあれですよ、ファッションショーとかであるじゃないですか、ミラノコレクションとかなんとかコレクション、要するにまあそういうことだいやいやいや、まあコンサートの内容はね、まあこれからぼちぼち、詰めていかなきゃいけないんですが、福山雅治 M コレクション We Are Bros Special 95、 こちらの日程がですね、決定しましたんで、お知らせしたいと思いますね。各地のですね、方言で、告知をしたいと思います。CM スポット打ってると思うんですけど、その M コレクションの、アルバム発売とライブの
ね、告知のね、テレビ CM が打ってると思うんですけど、まあ見た人いるのかな、まあ見た人がいたらちょっと感想とか送ってもらいたいんですけどね。じゃあ、各地の方言で、告知をしたいと思います。10月4日水曜日。だってそれ普通だからさ、10月4日水曜日、10月5日木曜日、名古屋レインボーホール。ね、この名古屋の方、名古屋レインボーホールでやるのが10月の4日、5日、この2日間になっております。で、チケット一般発売が7月30日。今の名古屋弁かな？違うかな？ 7月30日だみゃなんか、いや、バカにしてるわけじゃないよ。一生懸命やってんだよ。俺だって一生懸命生きてんだよ。チケット一般発売が7月30日。これ名古屋の方ね。で、サンデーフォークプロモーションの方にですね、お問い合わせしてみてください。電話番号が 052-320-9100。052-320-9100。サンデーフォークプロモーションの電話番号です。名古屋のレインボーホールで行われるコンサートのお問い合わせはこちらの方にお願いします。そして、福岡ですね。10月17日火曜日、福岡マリンメッセバイ。これはまあ当たりでしょ。だってこれ九州もんやけんね。10月17日火曜日が福岡マリンメッセでやるとさ、ね。7月30日、こちらも7月30日がチケット一般発売になります。お問い合わせは B09271242411。電話番号が 092-712-4211。こっちの方で、ごめん、今電話番号間違ったからもう一回言わせて。B さんの方にお問い合わせするのは、092-712-4221。092-712-4221。こっちの方で、問い合わせばしてみてくれんね。はい。次、大阪。10月24日火曜日、10月25日水曜日が大阪城ホール。大阪城ホールやさかい、チケットは7月の23日発売になるさかい、お問い合わせの方は共同大阪にしてほしいさかい、電話番号言うさかい、06-345-2500 06-345-2500やさかい、おかけ間違いのないようにしてほしいさかい。はい。で、次、バカにしてないって一生懸命やってんだって。札幌まこまないアイスアリーナだべ。違うの札幌まこまないアイスアリーナっしょね、当たり、オッケー。10月28日土曜日、10月29日日曜日、この2日間になります。札幌まこまないアイスアリーナさ、これチケットちょっと早いっすね、これね。7月の16日発売っしょ。7月16日発売っしょ。お問い合わせはウエスっしょ。電話番号言うっしょ。011-613-9000番っしょ。011-613-9000っしょ。こっちの方にお問い合わせしてほしいっしょ。はい、じゃあ最後、いよいよ、横浜アリーナじゃん。11月1日、11月2日。この、2日間やるじゃん。11月1日、11月2日、横浜アリーナじゃん。これチケット発売がじゃん。7月29日じゃん。チケット発売7月29日じゃん。お問い合わせはフィリップサイド。03の東京03-3470-9999。東京03-3470-9999。じゃん。こちらの方で、受付じゃないや、お問い合わせ受け付けていますじゃんね。わかりにくいね、俺の説明は。どうでもいいけど、しかもなんか引っかかりもっかかりでこんな長くなってるし、最後にもう一回場所と日時だけ言っときますかね。10月4日10月5日名古屋レインボーホール、10月17日福岡マリンメッセ、10月24日25日が大阪城ホール、10月28日、29日が札幌まこまないアイスアリーナ。そして11月1日、11月2日の2日間が横浜アリーナで、小山正治 M クラクション We Are Bros Special 95やります、ね。これはちょっと大きな会場だね。しかし、ねえ、ち
ちょっと初めてだからね、俺こういう大きな会場で自分のコンサートをやるのは、イベントとかでやったことあるけど、いやお客さんが入ってくれることを願いつつ、おいらもね、ちょっと体力必要だよな、こんだけ広いと。まあ体力つけたりとか、あとね、初めてのこういうでっかい会場でのコンサートだから、なんか今までと変わったことを、ね、今までと違ったこと、新しい面とかいっぱい見せたいと思ってるんでね、皆さん楽しみにしててください。それではいよいよですよ、今週の金曜日だろう、これはね、6月9日発売になる福山雅治のですね、デビューシングルから10枚目のハローまで、AB 面と言わないかな、まあ、カップリングも含め全て収録したこのアルバムの中のですね、発売になるのが、まあ、M コレクション風を探してるというやつなんですけど、この中のボーナスラップとして入っている、曲を聴いてください。ストリングスバージョンです。福山雅治で It's Only Love。この中途半端なブルースでお届けするスタジオライブリクエストリターンズです。早速ですね、おはがきを紹介しましょう。東京都中央区のペンネーム、ふみやにアイラブユーさんからですね、今日私がリクエストする曲は、佐野元春さんの約束の橋です。私は高校3年の秋、学校でくしゃみをした時に弾みで肋骨が机に当たり骨折してしまったことがあります。すごいやつだ。嘘のような馬鹿げた話ですが本当です。高校3年の秋といえば受験勉強の真っ最中なので、入院してもお見舞いに来てくれる友達もほとんどなく寂しかったです。テレビとラジオが唯一の娯楽で、ラジオは朝から晩まで聞いてました。そんな時、佐野さんの約束の橋が流れてきたんです。私も受験生だったので内心すごく焦ってましたけど、約束の橋を聞くたびに元気づけられ気持ちが和らぎました。私の思い出の曲をマシャに歌ってもらえたら嬉しいです。それと佐野さん風の口調で曲紹介してくれたらもっと嬉しいです。 OK、 わかったぜ。今夜有楽町のバックストリートだ。ロックンロールキッズたちがシャウトしてるはずさ。それじゃあどうもありがとう。行くぜ。こうじゃないらしいんだな、本当はあくまでイメージだから俺の。行くぜ、聞いてくれ、サノモダールで約束の橋。君のためならない。
色の橋を作り川を渡ろう。君は歌う慌ただしげな街の中を傾きながら君は歌う。焦げた胸のありのままにためらいながら橋のたもとで川の流れを見つめて月の岸辺から燃える砂漠まで終わりのない夜をくぐり抜けて駆けよう。これからの君は間違いじゃない。君のためなら川を渡ろう。約束の橋お送りしました。はい、入院はね俺も一回したことあるんですよ。実はあのポリープというやつが喉にできてですね、その昔おいで1週間だけ入院したんだけどね、あれがまた辛かったんだよな。あのほらポリープ喉の手術したから喋っちゃいけなくてさ、1週間筆談だったからね、うん。はい、というわけで次の曲行ってみましょう。香川県観音寺市のですねラジオネーム、マリアママさんからです。私が初めて福山さんの声を聞いたのは3人目の子供かっこ上2人は娘たちですかっことじるを流産仕掛け、入院中のベッドの上ででした。はい、主人は絶対に男だと言って頑張れよの毎日でした。私はどちらでも元気な子ならと願ってました。つわりもきつく貧血、おまけに中毒症状にもなりかけ3度も入院し、出産時には仮死状態と大変でした。けれど今では心配していた発育も順調で、この5月23日に満2歳の誕生日を迎えることができました。ああ、よかったですね。言葉が遅くまだ会話などできませんが、それでも福山さんの CD やビデオを見て真似したりしてます。娘たちも競い合うようにしてミーハーしています。それに主人も結婚前よく弾いていたギターをこの頃は引っ張り出しています。騒がしくて慌ただしい毎日ですが、みんな元気でいてくれて幸せだと改めて感じています。うん、リクエストは奥田民生さんの息子をぜひお願いします。我が家の息子、イサナの満2歳のお祝いにどうかよろしくお願いします。あー、いいっすね、イサナ。イサホだった、ホが何見えた、ごめんごめん。イサはね、成功のコウだね。あれ成功って言ってもあれだよ、あのサクセスの方だからね、セックスではなく分かってるって言って、いやいやいや、あのそれとあのあれだよ、あの船のね、ホ、船のホって分かる、分かる、うん、それでイサホですね。それで、イサホってもう変わった名前ですね。はい、じゃあイサホ2歳のお祝いに行ってみよう。息子、ワン、ツー、スリー、フォだ。
いじめっ子には言ってやりな、そればっかりはやってられないよ。君たちも大人になりな。ピンさんにきっと惚れられる。もうそれだけは気合い入れてやりな。最後転調してたんだね、これね。元キーに帰ったら全然違うとこになりましたね。複雑な曲ですね。はい、息子お送りしましたね。3人子供がいるっていうのはでも最近としてはあれなんじゃないですか。結構珍しく子沢山なんじゃないですか。結構1人2人とか多いからね、最近で兄弟いなくてね。まあ家族揃って健康でいてください。このスタジオライブリクエストのコーナーでですね、福山に歌ってほしい曲、思い入れのある曲なんかをですね、ガンガン受け付けています。宛先は郵便番号 100-87 日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、スタジオライブリクエストリターンズ、ね、の係まで、どし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 福山に歌ってほしい曲リクエストください。ナンパボーイズ、ナンパにおける永遠の二大テーマ、お笑いか二枚目か、この論争に決着をつけるべくリスナーから選ばれたナンパボーイズがナンパにチャレンジ。紹介しましょう、ナンパボーイズの面々を。まずは2枚目ナンパボーイズのこの2人からです。どうぞ。昨日もナンパしてました、スイングの龍です。目で落とす、スイングの道です。そして
お笑い家はこの2人だ。こんばんは、深澤不動尊です。こんばんは、木金隊緑の玉金飯田橋恵です面白いぞ。ありがとうございます。緑の玉金っていうのは何だ一体。僕の玉金が緑なんでないでしょうか。何言ってんだよ何言ってんだよお前あ、そう、はい、じゃあね、まずはね、スイングの2人に聞こうかな。ね、スイングの2人で、ここのとこ、今週なんかどうだった、ナンパしたの。あ、竜ですか。うん、竜ですかって、お前自分のこと竜って言うな。その女の子は私なんとかじゃんみたいな、あれで昨日だけ、いろいろと結構忙しかったんで。何が待てお前、何が忙しいんだよお前、学生だろ。いや結構、うん、忙しくって、それで昨日だけだったんですよ。それで昨日だけやりました。やりましたって。あ、やりましたって。いやそういうあれじゃなくて、セックスではなく、ええ、まあナンパをしたと。はい、なるほどね。みち君は。え、みちはですね、みちはですね、だから自分のことをよ女の子みたいにそうやってみちはですねとかまあいいけど、はい、ですね、もうナンパボーイズなんで、やっぱナンパしないといけないなと。まあな、仕事だからな、ナンパがな。学校終わりまして、で友達と、いやナンパボーイズだからナンパ行かなきゃと、渋谷繰り出しました。おお、で、あ、あの女いいよ。まあ相手4人ぐらいで、こっち2人なんですね。で、あの子メガネ取ったら結構可愛いんじゃないっていう話になりまして、で、近づいてみたら、これ大丈夫ですかね。おいい、高橋由美子さんだったんですよ。あ、そう。ミスタードーナツの前で。おお、ほいで、ミスタードーナツって高橋由美子ちゃんで、なんか CM やってなかったか。やってますね。ほいで、ナンパしたの。いや、できないですよ、マネージャーさんみたいな。なんでね、いいんだよ、マネージャーなんかの後ろからビール瓶でガーンって割っちゃうみたいだから、お前。それで、ああ、得したなと。ああ、そう、それを見ただけだろ。はい。お前も素人だな。はい。じゃあお笑い系、なんかどうだった今週、ナンパとかした。そうですね、玉金と不動産はですね、なんと新宿に。何が玉金だよ。ああ、お前駅だろお前。なんだよ。ですね、新宿に行きまして、6連敗という大惨敗を喫してしまいましたけど。新しい記録を作ってきました。お前ら何、6連敗？ 6 連敗ですよ。どうなってたんだ。雨が降ってたんですよ。関係ねえよ多分それのせいだと思うんだけど。雨にやられた。どういう女の子たちに声かけた。いや、普通に歩いてる。いや、それは普通に歩いてるよ。いや、だってタイプ的にだよ。なんかちょっとお高く止まってる感じなのか。ちょっとお高く止まってましたね。あ、そう。お姉さん系なの。お姉さん、お姉さん系です。あ、そう。それはお水系。お水系っつうか、新宿の駒劇場の周りまで、そこにクラブみたいなのがありまして、その前で待ち伏せ攻撃っていうか、それをしたら。だってお前らクラブなんか行くの。行かないですよ。なあ、じゃあダメじゃん。いやいや、分かった分かった。じゃあちょっと先週募集したやつやね、これね。ナンパしてほしいって、この手のやり方でナンパできないもんかっていうね、おはがき、ナンパのやり方ね。いわゆる来週のナンパデビュー戦に向けてですね、ちょっとおはがきちょっと紹介していこうかなと。山形県最上郡のですね、1月22日ね、ペンネーム1月22日さんからですね。これはどっちに来てんだ。これ何、スイングか。あ、スイングからな。早速ですが、ぜひやっていただきたいナンパ方法があるのでお伝えします。これまずスイングね、みちくんとりゅうくんね。まず女の子に、ねえ、卵の白身と黄身どっちが好きと聞きます。相手が白身が好きと言ったならば、僕は黄身が好きさと言います。黄身が好きと言ったら、要するに僕のことが好きなんだねと言います。その後は考えつかないのでうまくやってくださいと。くれぐれも私は、殻が好きだからと言わないように注意。それでは成功を祈ってます。これは割と王道だよな。ただまあこれは一回ナンパして、その酒の席の話だよな、これはな。いきなりだってね、ブラッと言ってお嬢さん、卵の白身と君はどっちが好きですかって言ったらね、なんかあんたに関係ないでしょって言われちゃうもんな。これは勃金隊だな。よしよし、勃金隊いいな、名前が。長崎県長崎市、お、長崎市じゃないか。ラジオネームキュートちゃんからですね。街に飛び出して女が前を通ることにギターを持って、女が通り出したら、じゃじゃーん、
俺は止まらないと歌い、2枚目とお笑いのどちらかが好感を持ってもらえたかを勝負するのはいかがでしょうか。あ、これどっちにもやってもらわないかということだな、うん、あ、女が通り出し、これ別に女じゃなくて君でいいんだよな、君が通り出したらでいいんだよな、うん、俺は止まらないと。なるほどね、これやってくれ。オーイエー、なんだよなんだよこの緑のタバキン野郎これはね、なんか俺個人的にやってほしいな。うん、まあこのようにいろいろたくさんハガキ来てるわけなんだが、あの来週はいよいよお待ちかねのナンパデビュー戦だな。うん、まあスイングと勃金とは来たるべき日に向けてですね、腕立てと腹筋と、ね、あと勃金にあげるべきだこっちばっかり期待してますからな。まあリスナーのみんなからはですね、スイング、勃金隊、それぞれにですね、それぞれのカラーに合ったナンパ方法をまだまだ募集していますね。いよいよ来週は街に繰り出すんだねいいね、君たち楽しみだないやもう、ナンパ方法ね、みんなからのハガキ募集してます。郵便番号100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、それよきナンパボーイズの係まで、たくさんのハガキ待ってますからね。じゃあちょっと頑張ってみんなで、えいえいおーだな今日はな。じゃあみんな頑張ってくれ、えいえいおー。やはり打ち合わせがないとできないやつだからなはい、曲を聴いてください。ザ・シップガンズで、あ、ザ・ジップガンズで、いつになってもいつまでも。普通のお便り、世田谷区深沢、伝道久美子22歳、マシャこんばんは。こんばんは、いつも楽しく聞いてます。はい、ありがとう。が、先週のオープニングのことなのですが、ボンジュール、あー言ったね俺ね、フランス人だから、ボンジュールというのはおはようこんにちはで、本当はこんばんはボンソワールではないでしょうか。そうだね、仕事柄仕事柄少しフランス語を使うのでマシャよりは少し知っています。今週からはこれで言ってみてください。ああ、それとマシャの自己紹介もフランス語で書くので言ってみてください。それではお仕事頑張ってください、さようなら。ペンネームジュスイパティスエル、うん、じゃあちょっとフランス語で自己紹介してみるね。ここ書いてあるからさ、ジュアマペルマサハル福山、ジュスイミュージシャン、これは私はミュージシャンですっていうことなんだって。ジュスイミュージシャン、ジャビトゥア東京、私は東京に住んでいます。ジャビトゥア東京、あー、なるほどね。でもこんなん嘘だもん、フランス語なんて、こんなんこれ嘘だよ、うん、ナバシオト最近ナバシオトこっちの方が本当なんだよなんてねいや、じゃあフランス語ちょっと勉強しようかな。もう今やだって英語圏は俺大丈夫だからね、英語も克服したから、うん、まあ今日のあのギルバートさんとの会話を聞いても分かる通り、もうあの通訳なしでバリバリいけちゃうし、うん、どこが一応自分で突っ込んどこうかな。綺麗なフランス語ね、綺麗なフランス語でね、ちょっとは教えてくれる人、まあハガキでもいいや、うん、あと本当に教えてくれる人、うん、でもねフランス語は相当難しいよね、わかんないもん。だってジュマーペルだって、マーペルって何、うん、じゃあまあ簡単なフランス語ね、うん、これいくらです、ハウマッチとかさ、うん、クッジューとかキャナイとかそういうのに近いさ、こう分かりやすいやつちょっと教えてください。郵便番号、100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン、僕をフランス人にしてくださいのコーナーなんて分かりやすい、僕をフランス人にしてくださいのコーナーまでたくさんのフランス人からのおはがき待ってますはい、じゃあ曲紹介ね、これはフランス人じゃないよね、はい、レッドネックスで、コットンアイジョー。福山雅治のオールナイトニッポン、はい、俺のスタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災で被害に遭われた方へ向けてお届けしているこのコーナー、早速ねまたおはがき紹介します。香川県のですね、溝淵浩二君ですね。僕は友達以上
恋人未満の女の子を阪神大震災で亡くしました。すごくショックでご飯も喉に通らなくなって、3日間泣き続けました。そして地震を恨みました。神戸にも彼女に会いに時々行っていたので、福山君のラジオを聞くと彼女との思い出が浮かんで泣けてきます。今一番思っていることは、あの素晴らしかった思い出の神戸が行った時ぐらい綺麗になるかなっていうのと、彼女が天国で幸せにやってるのかなってことです。僕がリクエストしたい曲は、彼女がとても好きだった曲、福山さんの遠くへです。お願いします。そうっすか。まあね、神戸もどんどん復興は進んでいて、多分復興が終わった暁には世界で一番新しい、最も大きな都市、大きな都市の中では最も新しい都市になるんじゃないかと思われますけどね。はい、まあ遠くへ、この曲はまあ結構ね、僕自身の中でこのコーナーのちょっとテーマソングみたいになってるんで、今日はリクエストにお答えしたいと思います。それでは福山雅治で遠くへ。でも
に負けたくはないから燃え尽きない想い抱いて遠くへもっと遠くまで福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、BVD 富士坊、東芝 EMI、春日井製菓、株式会社 SNK、 大道ドリンク、辻調理師専門学校グループ、 ABEX トラックス、中央出版、大東メンズビオレ、 MCA ビクター、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国33局ネットでお送りしました。さあ、来週のお話をちょっと最後にもう一回させてください。来週はですね、突然逆ナンパコール5秒で行かせてコンテストね、来週までにですね、たった5秒間の一言で俺を逆ナンパできる、福山を逆ナンパできるという女の子たちからのハガキを募集してます。ハガキに住所、氏名、電話番号、そしてインパクトある逆ナンパゼリフと写真ね、まあ、季節が季節ですから、もう水着でも OK、 一言書いて送ってください。来週必着です。郵便番号 100-87 日本放送、福山雅治のオールナイトニッポン、突然逆ナンパコール5秒で行かせてコンテスト、逆ナンパガールズ大募集の係までです。そして来週はいよいよナンパボーイズもデビューするよーんということです。さあ、この後3時からは柿原忠さんのオールナイトニッポンでお楽しみください。で、これで OK かな。 OK ね、よし。そしてですね、あと6月の9日ね、いよいよもう今週の金曜日になりましたけど、福山のですね、風を探してる M コレクション、風を探してるも発売になります。こちらのも一つよろしくね。2枚組とですね、2枚組、50ページのブックレット、あと初回はバイオグラフィーついて、結構お得な、ね、お値段3800円と、業界内では価格崩壊なんじゃないかという、言葉まで飛び出している、風を探している映像コレクションも発売になりますので、一つみんな頼むよ、よろしく ね。それじゃあ、また来週まで、福山はこの辺で失礼したいと思います。じゃあまた来週まで、さよなら。